まあ、やばい。今日からベトナムと香港を合わせて8日間ぐらいの旅行に行ってこようと思います。今から関空にこれに乗っていきます。ホーチミンに飛ぶからこれだ。9時半、 9時半の飛行機だから7時半に来たんですけど、今全部終わって8時半なので結構混むから早めに来た方がいいですね。楽しみ楽しみ。白いんだけど。え、ほんまや。赤に乗りたかった。この真っ赤のがよかった。ハノイ行きは赤やったのにな。うん。機体はちゃんと赤でした。あ、we can barely see it。 見えないわ。học viên bên trên ghế ngồi của quý khách và trên trần trong phòng khẩu trang trước khi sử dụng mặt nạ dưỡng thêm cleaning lavatories. Passengers are required to remove. スピンなんだけど。眉毛もこれ、自眉毛。ポションで機内食をつけたのでやってきました。ナッツと水と記憶ないけどタイフライドライスにしたっぽいです。開けてみます。分からん。辛いかも。辛い。Quý khách vui lòng kiểm tra và cài giảm toàn. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. やばい。Thank you. ふわふわ。あ、ベトナムエアライン来ました。ホーチミン到着しました。あ、ウェルカムトゥホーチミンシリーって書いてある。ここがベトナムです。どう？暑い？暑いです。グラブ読みます。グラブこうやな。うん。来たよ来たよ。あ、お供はおじさんです。とてもいいおじさんです。気になるあのさ、金色のあれ、この前に乗ってるやつかわいい。気になるあのさ、金色のあれ、来ました。ヒアーって言って降ろされました。カリスタサイゴンホテルです。 Booking number? OK、yeah. Just a moment。 なんか広そうじゃない、うん、私たちの部屋は205です。あ、え、いいやん、いいじゃんいいじゃん。 Thank you so much。 オープン。あれあれ、あ、窓あった窓あった、よかったよかった。あ、いいじゃん、グリーンで。うん、洋服着替えました。髪の毛まとめてこれに、これです。足はこれ。バイミーを食べに行きます。あ、え、切れちゃった。モルドビアビオ、渡ればいいんでしょ。がなんか突き進めばいいみたいな。こちらおすすめの両替所らしいので両替してみます。全体市場目の前です。こちら両替のレートすごい良かったです。アプリで計算したよりももっとお金もらいました。全体市場入ってみます。すごいな、ホテル風になれるんじゃない。助手席乗るやついる。ちょっとどっかで助手席乗ろうか。今回にやってきました。ピンクイです。今日のコーデ紹介みたいな感じでこう歩いてる風です。生スーパーなん。ああ、これにつけて食べるのか。この草とこれ一緒に食べるっぽいです。
ベトナム1食目のバンイソーです。エビが殻付きでした。あ、殻ごと食べるってこと？うん、葉っぱに巻いて食べるらしい。揚げ春巻き、こんな感じ。やばい、風で飛んでく草。あほ、おおいしい。この辺いけそう。どう、まあハースペシャリストの悩みから言うと、うん、まあ、これ虫食いがあるのはまずいよねっていう話よね。でもやっぱこれかな、一番衝撃的は。これ、ね、マジでカラスの味する。食べて。辛くない？はい。辛っ。辛いでしょ？なんこれ。ちょっと。ラーメンの発展したお米にここでね。ちょっと今から話しかけようかなって思います。まあ、理由としては隣の人が中川家に似すぎているのでちょっと話しかけてみようと思います。Excuse me. Yeah. There is a comedian. Yeah. I really love in Japan. Great. Can I take a picture with you? Sure. Oh, thank you. やった。Thank you. 皆さん、これがベトナムです。サンディン市場は布が有名な市場になってます。こちらコンカフェと書いてコンカフェと読むそうです。メニューはこちら、なんだっけ、どれが有名なんやったかな、なんかココナッツコーヒーが有名みたいで、それ飲んでみようか。キャッシュオンリーなのでご注意を。2階の席は窓から三神教会が見えることで人気みたい。近くかび。怪しげな路地の真ん中に雑貨屋さんがありました。怖かった。ここまで日本語かかってる。お部屋に使えるスプレーを買いました。 Yes、 おはよう、ね、こんにちは、ね、こんばんは。うん、こんばんは。これがベトナムの夜景です。あそこのピザのお店に行ってみようと思います。ビールのお店発見。雰囲気良すぎます。ビール、ビール、ビール、あそこいっぱいある。フレーバーがうまや。これを頼んでみました。この一番小さいサイズで。Cheers。 うまい。ベトナムの美容整形外科。あの人がきっと敏腕なんやろな。ビール飲んで出来上がっております。ピザ窯です。暑すぎて中の席に移動してもらいました。アペタイザー来ました。チーズとか生ハムとかいっぱい乗ってます。
ピザ来たよ。ハーフアンドハーフ。こっちがパイシスエフ。こっちがなんかこのブラッタチーズがこのお店有名みたいなので、半分はこのシグネチャーメニューにしました。おお。上から行くタイプね。ピザを食べます。美味しい。ベトナムの夜散歩中でございます。あ、青だ。信号あると渡れます。いい感じちゃう？これは綺麗よ。ライトアップ。あ、次は向かって歩いてきます。かっこいいっしょ。変な場所にいます。ベトナムのコスメショップ潜入。おベトナムのサークル計算士。ヨーグルトがめっちゃある。1日目はこれにて終了です。おやすみ。